最後の最後はもう腹をくくすため、それでもどうしてもこの人がいいって言うんだったら、小野さんの対処の仕方について、いやいやそれはおかしいよ。こういう質問がありますね。眞子さまと小室さんのご結婚の話題ですが、北村先生はご自身のお子さんの結婚相手が周りから反対されるような人、もしくは北村先生が好ましくないと思う人だった場合、結婚に反対しますかって質問が来てますね。これは大変難しい問題です。世間が批判するのは簡単なんですけど、まず自分の娘がですね、好きになった相手ですから、はい、娘の気持ちを無視してこう何て言うんですかね、下手な反対の仕方をすると、飛び出して駆け落ちをしてしまうと、まあ、いわゆるね、古いですかね、駆け落ちっていうのは、飛び出してどっかでこう親の全く知らないところで生活を始めてしまうというようなこともありえますから、そんなことにはならないように相当悩むと思います。別に小室さんが何とかって言うんじゃないですよ。仮に私の娘がその周りがみんな反対するような人 を連れてきて、この人と結婚したいんだと言ってきたらどうかという意味で申し上げています。実は、まあ、私の人生経験で言うと大した経験はしてないんですが、周りがみんな反対する人と結婚したケースっていうのは良くないです、はい、一般的にはね、私の経験ではね、やっぱりその周りがみんな反対するっていうには、その相手にとってちょっと見逃せないような欠陥があるっていうことが、まあ、あるんですよね。例えばですけど、小中高校と上がっていく中で友達が全然いないとか、あるいは友達からいつも嫌われてるような人だった。いじめられてるって意味じゃないですよ。いじめられてるっていうのと嫌われるっていうのは違いますからね。はい。まあいろんなケースがあるわけですけど、そういうケースは親としてはですね、一つは引き延ばし工作はすると思いますね。はい。1ヶ月後に結婚したいっていうふうに娘が言ってきたとしたら、半年後、1年後ぐらいまで時間をかけて、もう少し見た方がいいんじゃないのとかね、あるいは何らかの方法でその時間を引き延ばす、っていうのが一つ。それから、娘の場合ですと、そうこう悩んでるうちに子供ができてしまわないように、そこはなんとか妊娠をしないように気をつけさせるというかですね、そういうアドバイスをする。でその間にですね、多少嫌われるかもしれませんけども、こういう考え方もあるんだよねとかね、その娘が連れてきた相手に対する疑問について、まあ率直に議論できるならば議論します。こういうふうに言われてるけどお前はどう思うと、俺はよくわかんないんだけどみたいなね、本当はもうめちゃくちゃ反対なんだけど、よくわかんないんだけどこんなこと言う人がいるんだよねと、これはどうなのかな、聞いてみる。そしたらそれに対する反論が当然返ってくる。あ、なるほどね、そういう考え方もあるかと。でもそれについてはこういう見方もあるらしいぞと、考えた方がいいかもしれんな、どうなんだろうねみたいないう話をするということになります。しかしですね、最後の最後はどうしようもないですよね。はい、おそらくもう最後の最後はもう腹をくくるしかない。それでもどうしてもこの人がいいって言うんだったら、そうですかと、じゃあやってみると、はい、でもしうまくいかんと思ったらもう帰ってくるしかないなと、なんなら孫を連れて帰ってこいと、はい、いうふうにするしかないと思います。今度は小室さんと眞子さんの話に戻りますけど、これ眞子さんからすると大変辛かったと思いますね。というのは世間見回してもどこ見回しても 100% 非の打ちどころのない相手を選びましたなんて人はほとんどいないわけですね、はい、世の中大抵おかしなやつ
と結婚するわけです。誰でもですよ、はい、あの火の打ち所のない素晴らしい人としか結婚しませんって、そんなこと言ったら誰も結婚できなくなっちゃいますね、はい、加えて、自分が選んだ人を世間に評価してもらう筋合いは一つもないんですね。大きなお世話なわけでしょ本来は。あのたまたま皇室にお生まれになったので、世間の注目を浴びて、そして様々なことを言われましたけども、眞子様からすれば大きなお世話なんでね、はい、それでもって大変辛い思いをされたと思います。私の周りで言ったらおかしなやつと結婚してる山ほどいますからね、はい、皆さんの周りでもそうでしょ。なんでこんなやつと結婚したんだよって人ばっかりでしょ周り、はい、だからこそあちこちあちこち離婚していくわけですから、はい、でそんなことね、結婚する前にとやかく言われる、世間様にとやかく言われる筋合いはないんですよ本来ね、はい、親は別ですよ、親は言いますよ多少ね、はい、でそれはそうとして矛盾するようですけど、小室さんの対処の仕方について余計なことを言うとすると私はどうかなと正直思いました。なんでかっていうとですね、母親の元婚約者の方が自分が海外留学をしたい、そのためには費用がないと、それについて援助してくれたと、でこれは貸したのではなくて、もらったものだと、しましょう、でその援助してくれた方が金銭的にその後今仮に困っておられるというしますね。で自分は留学したことによって、素晴らしい経験を得て教育も得て、つまり援助してもらったお金以上のものを自分に身につけて多分おられるんだと思うんですね。だとすると、あの自分の娘がそういう人と結婚したいというふうに仮に言ってきた場合は、いやいやそれはおかしいよと、自分がしてもらったことを仮に借りたものでなかったとしても、人間としてはあそうですかと、それはもうあの時はありがとうございましたと、じゃあその分を今度これから自分が一生懸命働いてお返ししましょうというふうに言うのが正しいんじゃないのかというふうに自分が親なら娘に言うと思います。はい、大きなお世話ですけどね、大きなお世話、大きなお世話は分かってますけど、自分の娘だったらそう言うと思います。チャンネル登録高評価していただけると励みになります。